さあ、じゃあ1パック目いきますね。で、今回ね、もう先にスリーブ決めちゃいたいと思います。1パック目出たやつ11周年、2パック目赤スリーブ、3パック目8周年。これでいきたいと思います。で、これ同じお店さんでね、やっぱりちょっとポケカも気になったので、ポケカのね、オリパンも開封したんですけど、まあやっぱり良かったですね。ということで1パック目、まあ触った感じいつも通り、構成としてはね、1枚入りだと思います。明日、前回みたいなね、過去一神引きなるか、最新弾収録されてるので来てほしい。いきます。1枚入りなので、3、2、1ずずずんでいきたいと思います。3、2、1、ズズ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 ズ、おお、BM12 だね、これは。はい、まず裏面、やっぱ相変わらず備品ですね。傷は見当たらない感じですね。ただまあレート的には500円ぐらいになっちゃうね。 BM12 の刻印の選手だと。フルチャージリベリオンエッジと、まあ、影の盾役者は持ってるんだけど、なかなかレート上がらなそうだね。イラスト的にはね、結構かっこいいかなというふうには思います。はい、11周年スリーブ入れるとこんな感じ。悪くないですね。いやー、頼む、今段来てくれ。本当にね、今段ウルトラゴッドミッション2段だったら何でもいい。3、2、1、ズズズズ。2パック目はなんだ。おマジか、全弾、最新弾じゃなかったけど、ゴールデンメダルクーラー、若干レート下がっちゃってるんだっけ。一時期ね、結構上がっていたゴールデンメダルクーラー、ゴルフリとね、このゴールデンメダルクーラーは、まあ2000円台前半っていうイメージですけど、今どうなんだろうね。ちょっと最新のレートはね、左下に載せてると思います。BM7 弾のゴールデンメダルクーラーゼノ。で、スリーブ、こちらのね、大の大冒険じゃない方の SDBH の公式赤スリーブ。これ、バインダーのセットだったかな？これもね、めちゃくちゃいい感じに収まるかなと思います。はい、状態もね、まあ、相変わらず備品で、本当にね、そこがまずは有料店っていうところの、自分がね、リピート購入している理由になります。まあ、もちろんね、これ、木ざり表記なんで、もともとね、備品じゃないことが前提ではあるんですけど、まあ、逆に傷がね、ちょっと珍しいという、ということでラストになります。さあ今回ね、ちょっとサクッとした動画で、またこのお店で必ずリピートしたいと思います。今日ね、ちょっと今これ撮影が午前中なんですけど、ちょっと今日休みなので、ちょっと秋葉原行ってね、このお店さんでちょっと購入しようかなというふうに思ってます。さあ行きます。3、2、1、最後に来てくれるか、まずここで白、頼む白。おお、おお、おお、マジか。ちょっと待ってね。うお、マジか。マジか、来ました。ピッコロ SH は、ちょっと激アツっすね。これ、今段、UGM2 段の中では、今のところガンマか、まあ、このピッコロかっていう、レートがね、めちゃくちゃ上がってますよね。かなり高騰してるピッコロ来てくれました。いやー、ついね、やっぱりこれはね、本当に、何度も言うんですけど、自分の引きじゃなくね、そもそもこの店さんのラインナップが、まあ、やばいというところで、今回ピッコロ SH 最後来てくれました。UGM2 段だったら、やっとね、2キャラ目、3種類目、5枚目の、まあ、アルティメット以上のカードになります。連呼結果ね、見てくださればわかると思います。という感じで最後ね、光に反射するとカード状態よりわかると思うんですけど、まあ備品ですよね。本当にありがたい。3枚目ね、8周年スリーブ入れるとこんな感じでした。今回ね、まあ、かなり短いちょっとサクッとしたオリパ開封動画だったんですけど、ちょっと次回ね、気に入ってる CP や SR、 こういったね、カード紹介動画やってくれというリクエストもあったので、そちらもね、ちょっとやらせていただきたいというふうに思います。また次回の動画でね、お会いしましょう。いつもご視聴いただき本当にね、ありがとうございます。